時刻は12時を回りました。はつらつラジオ小島愛がお送りしております。さあそして、この時間はですね、またこのプチはつらつ市で、毎回来てくださっています、コレバインはつらつ市ということで、さあそして今日はですね、元柳前さんのところで車が展示されてるんですよね。いわゆる通称イタ車と呼ばれているものなんですが、ちょっとお車についてお話を伺おうということで、続いてのゲストの方です。どうぞ。はい、いらっしゃいませ、こんにちは。3台今日展示されてましたよね。どのお車を担当していらっしゃる方なんですか？一番南側の赤い車です、はい、赤い車あだと、それこそ東方プロジェクトが書いてあったやつかな、はい、たまたまレイヤーさん、東方プロジェクトさんにいたんですけど、僕の車も東方プロジェクトね、赤い車一番力入ってんなと思いながら、私さっき拝見してきたんですけど、ちゃんとあのキャラクターのぬいぐるみまで窓から顔出してたりとかして。ありがとうございます。でもなんかね、私たちこう素人からすると、この車一体いくらかかっとるんやろうと思うんだけど、お金結構かかりません？あんまし生々しい話なんで、金額を言うのはどうかと思うんですけど、まあ片手ぐらいは結構かかるんだね、やっぱりね。何に一番お金がかかるの？塗装？やっぱ施工費とラッピング代、ね、ラッピング代ね。デザイン代はそうかからないんです。はー、そういうことか。で、やっぱりいろいろな人たちがすごい勢いで見てくると思うんだけど、はい、見られた時の感覚っていうのは快感なの、やっぱり。そうですね、はい、嬉しいです。みんなでじゃあジロジロ見ようね、イタ車がいたらジロジロ見て OK ということだそうです。でもすごいもんね、クオリティがやっぱり高いよね。どの部分にこう一番 こだわりというか思ってやってたりとかするのかな、ここ見てほしいなっていうのは。やっぱりリアの部分ですね。リアの部分、はい、はリアは駆け下ろしイラストなので、イラストレーターの先生に描いてもらったのを、そのまま貼ってるってやつ。すごい。え、じゃあ世界に1台しかないの？そういうこと言います。すごいプレミアあるじゃん。ねえ、なのでちょっと皆さんも結構前の方ばっか見がちですけれども、リアが大事だよということで、今日は柳前さんでね、展示をしてくださっておりますので、ぜひともご覧いただいて、お写真は一緒に撮っても大丈夫ですか？全然撮ってください。あ、なのでぜひよかったら声をかけていただいてね、お写真も撮っていただきたいと思います。あ、お名前はよかったらハンドルネームでもいいですか？ハンドルネーム、アキリンの日常です。アキリンの日常さん、はい、ひらがなでアキリン、アキリンさん、はい、ひらがなでアキリンさん、はい、アキリンって呼んでた、はい、アキリンさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあということで、プチはつらつ市、まあ、今回は着物園遊会もやっておりますので、お着物をお召しになられた方もたくさんいらっしゃるんですが、やっぱりこの、コスプレイヤーの皆様方が普通にこの商店街を歩いて、みたらし団子を食べていたりするっていうのが、本当にこの何とも言えない、ね、この大垣のプチはつらつ市ならではの風景かなというふうに思います。ぜひともですね、コスプレイヤーさんと一緒に写真を撮りたいなっていう方は、ちょっと一言お声掛けしていただけるといいお写真を一緒に撮ってくださるそうなので、まあ、どんどん声をかけてね、お写真を撮っていただきたいなと思います。はい、コレパインはつらつ市の皆さん、彩っていただいて本当にありがとうございました。さあ、この後ですね、プチはつらつ市午後3時までの開催ということで、ぜひとも皆さんお昼時です。美味しいものたくさん召し上がってください。では午後3時までまたお付き合いよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今、今回写真撮ります。どうぞ。どうぞ。小島さんと写真撮らせてください。ご視聴ありがとうございました。メインのチャンネルはこちら。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter のフォロー、メンバー登録もよろしくお願いします。じゃあね。